山中湖畔にある山中湖交流プラザキララ山中湖交流プラザキララは山梨県南鶴郡山中湖村に位置する交流拠点富士山を望む山中湖畔に位置する野外劇場山中湖シアター響きなどがある2006年7月22日にオープン大規模野外イベントを開催できる劇場施設シアター響きスポーツ施設自然公園 駐車場、管理棟からなる。シアター響き約8000人を収容する野外劇場。舞台の向こうにそびえ立つ富士山と広々とした芝布石が特徴。東側の明神山から望む山中湖、左端に富士山の裾の右手前の湖畔に山中湖交流プラザキララ、まとめレポ、セカオア、ミーシャ、スカパラ、ヒゲ男、キングヌーラ出演。 スイートラブシャワー2019デイさんビルボードジャパン http コロンスラッシュスラッシュ www.billbornrt-japan.com スラッシュニュースディテール79,574 2020年3月27日閲覧ライブレポートマウント藤巻藤巻良太ら絶景の富士を背に大合唱 バークス、https コロンスラッシュスラッシュ w w w b a r k j p スラッシュニューススラッシュ。id イコール10億17万27332020年3月27日閲覧。エビ中、30トンの水で、ズブン濡れ、ファミエンレイは元年。音楽ナタリー。 h t t p s n a t a スラ m u ュ m u s i c n e w s 3 4 4 1 0 1 2 0 2 0年3月27日閲覧。たくさんの愛をありがとうベイビーレイズジャパン。藤山瀬に6年間の歴史に終止符。音楽ナタたり。 https://natalie.mu/.music/.news/.3009602021 <ッ>年8月30日閲覧。ありがとうございます。